ちらガチャガチャがねたくさんあるので1000円分で好きなガチャを何個か回していって開封していきたいと思います。スクイーズが欲しいのでスクイーズにターゲットを絞って回していきたいと思います。はい、ではまず最初に一番気になったのはこっちですね。これラインナップが全部可愛いですね。でもやっぱりネズミとか欲しいかな。はい、出ました。あ、結構小さい。ちょっとね、中身はあえて見ないでいきたいと思います。アザラシを狙っていきたいと思います。いきます。お、でかい。はい、これもね、家に帰って開封します。あとは、300円のこのスクイーズいってみましょう。ガチャガチャのスクイーズ初めてなんだけど、ストロベリー欲しいな。フレンチトーストでもいいな。なんか、普段と違うのが欲しい。はい、トースト系かな、なんかこれがちょっと気になる。ガチャガチャで生き物売ってるってやばくない。じゃあ最後はこちら。これね、普通に欲しい。テーブルにこうやってね、くっつくの。でもね、欲しいキャラクターもピカチュウだけ。イーブイとゼニガメ持って。あとはね、ちょっと怖い系だから二人引きたいな。はい、よし、水色のカプセル、ゼニガメかもしれない。はい、今回取ってきたのがこちらです。じゃじゃーん、200円が2つと300円が2つでちょうど1000円分取ってきました。それぞれね、1回しかやってないので狙いが出るとね、嬉しいですね。順番は適当にいきたいと思います。これだ。お、大きい、大きいガチャガチャ来ました。こちら、パン系のスクイーズのやつですね。おー、これね、めちゃめちゃちょっとね、やばこれ。待って、ちょっと待って、確認しよう。まるでパンみたいなマスコット。何？うわー、これ。皆さんこれスクイーズだと思ったじゃないですか。違いました。いきまーす。はい。伝わりますかね、これ。ほら、縫い目。これね、ぬいぐるみです、これ。まあ、可愛いからいいんだけど、スクイーズかと思った。待って、ハートのバターのフレンチトースト美味しそう。はい、ということでこちら、なんとまさかのぬいぐるみでした。でもね、触り心地はすごく気持ちくて、僕は好きですね。ハートのフレンチトースト。フレンチトースト欲しいって言ってたんですけど、ちゃんと当たった。イエーイ。結構可愛いね、ハートのバターのフレンチトースト。では続いてこちら、赤色のカプセル。これなんだろう。オープン。かわいいこれ。あ、アザラシ。あ、白色いいじゃん。ちょっと待って。これ超気持ちよさそう。これ、これいい。あ、待って、これめっちゃいい。僕の持ってるスクイーズで一番最高に気持ちいいこれ。やばこれ。あ、これってこんなにプニプニなんだ。もうね、触んないとこの柔らかさ絶対伝わんないと思う。もう本当にね、プニプニ。めっちゃ分厚いし、めっちゃいいこれ。大好きこれ。白色可愛いんじゃない？ラインナップが、白、茶色、グレーですね。白当たりじゃん、そしたら。イエーイ。なんか、にっこりグレー、びっくり茶色、おねむ白とか色々あるんですね。で、僕今回スタンダード白ってやつですね。表情がスタンダードです。おねむ白が個人的に当たりかな？ 2 番目に当たりかな？どうやったら伝わる？これ。どうやったら伝わる？続いて、こちら。じゃじゃーん。なんだろ、これ。はい、開けまーす。あ、これあれだ。かわいい。ピカチュウ欲しい。待って、緑色のカプセルか。あ、待ってよ。なんか緑って嫌な予感がする。あー、やばい。これ、ハズレだ。あー、ハズレ引き当てた。ハズレって言っちゃうとね、かわいそうだけど。見て。これね、ラインナップ的に、ピカチュウ、イーブイ、ゼニガメだったらどれでもよかったんですけど、まさかの、不思議だね。うっそー。何種類かね、僕持ってるんですけど、結構昔に動画で紹介したケーブルバイト。こちらね、今、iPhone のやつなんですけど、このようなケーブル、みんなね、経験したことあると思うんですけど、これ、すぐ断線するんですよね、こちら。だけどね、ほら、これ、僕、ケーブルバイト動画からかなり経ってるけど、ほら、もう全然綺麗ですね。全然断線しない。効果めっちゃありますね。ここに、はめ込むみたいですね。そして、不思議だね。いるこれ。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。すごい、抱きついててかわいい。あ、かわいい。これをスマホにこう差し込むってことですね。位置がちょっとあれだね。なんとも言えないところにいるね。あ、でもすごいしっかりと固定してくれてる。僕がね、前使ってたやつは、こんな感じで、口で挟み込むんですよね。こんな感じで。距離がある。だけどね、ここね、ずれないのがめちゃくちゃいいですね。しっかり固定されてるので、全くずれないのがめちゃくちゃいいです。動物のやつはね、すごいずれるので、これね、ずれないので、これちょっと MacBook Pro に使おうかな、こっち。それではラスト、こちらですね。開封します。
します。あ、これね、あれじゃん、一番最初に回したやつだ。ネズミ欲しいって言ってたやつですね。クマちゃんとかウサちゃんとかすごい可愛かったですね。オープン。あ、買った。おー、はい、じゃーん。あ、これもしや、じゃじゃーん。なんとも言えない。こういうのじゃないんですよ、これの可愛さ。ラインナップなんですけど、なんかね、あんな黒い部分必要ないんですよ。卵の黄身だからさ、ちょっとお耳があって、お目目がちょんちょんってある。このひよことかも、それぐらいがいいですね。卵感がわかんなく、黄色いパンダに見えちゃう。あ、気持ちいい。あ、やば、これ気持ちいい。あ、でも同じ硬さ。あ、若干パンダの方が気持ちいい。やばい。あ、こういう系のスクイーズ好きかも。お耳も。うん、気持ちいい。やば、こっちめっちゃ臭い。油性マジックの匂いします。油性マジックで塗りつぶしたんじゃない。ピヨン。うわー、なにこれ、プルートだ。プルートになる。ほら、プルート。すごー、気持ちいい。あ、いいね、こういう系好きだ。ということで、今回はこちらプニプニのスクイーズ2つゲットしまして、あとはこちらね、ちょっとスクイーズじゃなかったんですけど、フレンチトーストのネグリ、これはこれでね、肌触りがね、すごく優しいメガネ拭きの布みたいな、きめ細かい感じの柔らかい質感の布でできてるマスコットですね。そしてこちらね、ちょっとまあキャラクター的に外れだったんだけど、この抱きついてる姿がね、めっちゃ可愛いですね。多分これピカチュウとかがね、抱きついてたらもうめっちゃ可愛かったんだろうな。この不思議だね、でも結構可愛い感じかなっていう感じです。1000円だけど、いろいろ引けて満足のいくもので、こういう系のスクイーズめっちゃ気持ちいいんだ。初めて本当にこういう系のスクイーズ超気持ちいい。またこれはね、引いていきたいなって思います。こっちだな、卵リベンジしたいですね。このプニプニおすすめで、こっちもね、ポケモン好きな方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。